そうですね。皆さんはこういうオンラインの授業は何度かお受けになったんですか？初めて何度かこういうオンラインの授業は今まで経験があるんですか？この学院で。あります。じゃあ大丈夫ですね。はい。それではですね、今日の箇所を読んで、そして始めさせていただきたいと思いますが、今日の箇所はもうとてもみんながよく知っている。まあ、今回は本当にマルコによる福音書から有名な言葉だけを拾ってお話をしていますので、もう皆さんにとって珍しい聖書の箇所は一つもありません。もうよくよく知っている、その箇所からお話をさせていただいています。で、今日ももうみんながよく知る種まきの例えからなんですね、読んでみましょうか。マルコによる福音書の4章の3節から8節まで、どうぞ皆さん一緒に読みましょう。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になったという大変有名な聖書の箇所ですね。それでこういう例えをイエス様がなさった時に弟子たちがそれはどういう意味ですかというふうに尋ねました。で、そうしますとイエス様はですね、あなたたちはこの例えがわからないんですかと。これをわからないでどうして他の例えがわかるでしょうと、こういうふうにお答えになったとあります。ですから、この例えはイエス様の多くの例えの中の最も基本的な例えなんだというふうに思います。まあ、こんな例えがわからないではとても先に進めないとイエス様はおっしゃった。ですから、ここには最も基本的で、そしてまた大切な一つの内容が含まれている例えなんだろうというふうに思いますね。そこでイエスはですね、この例えを説いて言われました。種まく人とは誰かというと、これはですね、御言葉をまくのです。この人は御言葉をまいている人なんだとおっしゃいましたね。で、そうして、種とは何であるかというと、御言葉であると。まあ、ごく、まあ、もう皆さんよくご存知のことなんですけれども。で、まあ、イエス様は非常に大切な言葉を種に例えられたわけですね。で、種というものが何をもたらすかをですね、知らない人は、まあ、おりませんですね。というのは、人を養うすべての作物は小さな種から始まります。ですから種っていうのは大変驚くべきな力を持っているわけですね。驚く力を持っているわけですね。で、僕若い頃ですね、このアメリカを訪問した時に、いくつかの教会を訪ねますとですね、ある教会の牧師さんは牧師をしながら農夫もやっていましたね。広い農場で働きながらその方は牧会をしておりました。で、ちょうどその頃ですね、トウモロコシ畑の種まきの時期であったんですね。で、まあ、そこで私はですね、彼がこの畑で種をまく間、時にはトラクターに一緒に乗って、あるいは畑を見ながらですね、その様子を見ておりましたね。そうすると、そのトラクター、アメリカっていうのは広大な農地なんですよね。トラクターによって、この褐色の大地に、彼は種をまいていくわけですけれども、もう起伏のある畑をですね、種をまきながら、そのトラクターは一直線にですね、進んでいきますね。
そうしますと、だん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 丘を越えて見えなくなります。で、しばらくしてまたそのトラクターが戻ってくる。まあ、それぐらい、まあ、広い農地に種をまいているわけですね。しかも種まきは何日も続きましたね。で、そして種まきが終わったときに、その牧師は僕に言いました。で、英二さんと僕に言ったんですね。1ヶ月後、あなたがこのまたインディアナ州に戻ってくるときには、このトウモロコシはですね、1メートルほどの背の高さになって成長しているでしょうね、とこういうふうに言われたんですね。で、僕はその後、このインディアナ州からアーカンソーや、あるいはバージニアの教会を訪ねて、そして1ヶ月後こう帰ってきました。で、そうしますとですね、もう飛行機の上から分かりましたね。あのインディアナ州は1ヶ月前はもう茶褐色の大地でした。ところが1ヶ月後戻ってくると、インディアナの州全体がもう緑に覆われていました。そして下へ降りると、もう本当に1メートルほどトウモロコシがもう成長しているんですね。で、あのほこりだらけの褐色の大地がもう果てしなく広がる緑のトウモロコシ畑に変貌しているのを見て、まあ、僕は驚きましたね。そしてあの小さな種がこんな広大な土地を行けども緑で満たすのかというふうに思って、その種というものがいかに大きな生産力を持っているかということをですね、その時知ったわけです。皆さん、この種がそれほどに大きな生産力を持っているように、神の言葉も驚くべき生産力を持っているんだと思いますね。で、実際、神様はこの全宇宙を何によって作られたかというと、言葉によって作られました。光をあれと発せられると光があったとあります。空も海も山も、そしてこの美しい地球もですね、全部神様が言葉を発することによって生まれたというふうに言われているんですね。同様に人間が生まれ育つ過程におきましてもですね、やっぱり最も力を持っているのはやはり言葉だというふうに思います。で、この赤ちゃんが育つのもやっぱり母親の言葉ですね、周りの人の言葉によっていつしかその赤ちゃんの中に一つの人格が育っていきますよね。こうして多くのものが実はこの言葉によってですね、育っていくんだと思います。ですから人間を作るのはお金ではありません、富ではありません。言葉が人間を作っていくわけですね。ですから我々にとって最大の欠乏はお金ではない、経済ではない、言葉の欠乏なんです。で、言い換えれば我々が日々の生活の中でどんな言葉を聞きながら生きているか、これが僕たちの人生を決定します。ですから小さな赤ちゃんもそうですよね。小さい頃から一体その子はどんな言葉を聞きながら成長しているだろうか、そういうようなものがその子の将来を決めていくんだろうなというふうに思いますね。ですからイエス様は言われました。人はパンだけによって生きるのではありません。で、それは神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんですと、こういうふうにおっしゃいました。どうぞ皆さんですね、自分の人生を築く根幹にあるものは言葉だということをですね、忘れないでいただきたいと思います。ですが皆さんと言葉のつながりは、日々のつながりはどんなでしょうかね。そういうどんな言葉に目を留め、どんな言葉に感動し、どんな言葉によって動かされているか、これがやはり僕たちの将来を決めていくんだろうというふうに思います。昨日もお話しましたが、石橋湛山というね、この後に首相になったその頃少年でありましたけれども、彼がですね、2つの言葉によって大きく動かされたことをですね、彼はこの回想して書いていました。つまりクラークが語った言葉をその時のですね、大島校長が語ってくれた、それが非常に大きな印象を彼の心に与えた。つまり少年よ君子たれという言葉と、少年よ志を大にせよというこの2つの言葉を聞いた時にですね、彼はこう言ってますよ。子供心に自分の目が
突然開けたのを感じた、こういうふうに、彼は言っていますね。そして、この丹山はその後の人生をですね、この2つの言葉によって動かされて自分は生きてきたということを回想していますから、これは大変なことだと思います。でどういう言葉が皆さんの心の中に力強く働いているか、これがですね、やはり将来を決めるんだなというふうに思いますね。でイエス様はですから、この言葉の力を何よりも強く、まあ、この信じておいでになりました。つまり神が言葉によって天地を創造されたように、イエスは言葉によってでこの人類を根本から変えようというふうになさっていたんだというふうに思います。で、まあ、そういうわけでですね、この種まく人とは、これはイエス様であります。そしてですね、そのイエス様は人の心に言葉をまいていかれるわけですね。でまあ、こういうふうに、イエス様はこの私たちの心に、この種をまいてくださる、言葉をまいてくださるんですけれども、そしてその言葉には大変な可能性が秘められておるわけですけれども、しかしですね、この素晴らしい種の力が発揮するためには、このまかれる土地が必要ですね。土地とは何かというと、私たちの心です。で土地の状態が悪ければ、どんなに素晴らしい言葉でも実ることができない、力を発揮することはできません。ですから農夫たちはですね、良い種を手に入れたならば、それをまく前にしっかりと土を作るわけです。優れた農夫であったですね、私たちの教会に高丸さんという方がおいでになりましたが、本当に有機農業をなさっていましたから、もう土地が命です。でどんなに素晴らしい種を持っていても、土地がダメならばですね、良い作物ができないですね。で無農薬のこの野菜を作っておいででありました。でその土地をするためにも膨大な時間を注がれる、愛情を注がれる。でですから、この何年もその方がかかるわけですね。で出来上がっていく土地を愛するあまりですね、この高丸さんという農夫は土を何回も舐めたと言ってました。そうして土地の具合を見たんだというふうにおっしゃっていますね。でまあそういうわけで、このどんな種をまくか、そしてどんな土地にそれをまくか、それによって人生は決まっていくんだろうなというふうに思うわけですね。でもちろんこの土地とは私たちの心です。で優れた言葉と、そしてまたそれをまくにふさわしい優れた心があれば、このそれがその人の人生の全てであると言っていいかというふうに思います。そこで大事なのは、これは人生の中で非常に大事なのは、我々は心を作っているかということです。ですね、そしてどんな言葉をまいているかということですよね。で、まあ、学校やあるいは家庭で、何がまず行われなければならないかというと、僕はやっぱり子どもたちの心づくり、心を作るということですね。この優れた言葉に反応するような心を、まあ、作っていくということは、これはもう大変な仕事だというふうに思いますね。僕はやっぱり皆さんがここで学院で生活をなさっている、その中でやっぱり一番大事なのは、言葉はですね、イエス様の言葉で素晴らしい言葉があります。でもそれが本当に皆さんの心の中で実るための、いわゆる心を作っているかどうか、畑をきちっと耕しているかどうかですね、土作りをやっているかどうか、これは生涯我々が土作りはやっていかなければならないわけですね。それによって言葉の威力が決まりますから。ですからそういう意味でですね、この私たちはですね、どういうような一つの
心を作っているかということを、まあ、皆さんですね、考えていただきたい。でそれに対してはイエス様は非常に分かりやすく、大事なことのゆえに分かりやすくこの例えで、語ってくださいましたね。で、どんなにいい種でもあまりその力を発揮しない土地がある。でこういう土地はですね、せっかく素晴らしい種なんだけれども実りにくいとあります。いかがでしょうか。皆さんの心はそれに該当しないようにしなければならないわけですよね。でできるだけ、この反応できるような一つの心を畑を自分のうちに作るにはどうしたらいいか。でこれが我々の大きな仕事でもありますね。でイエス様がおっしゃったのは第一番目にですね、この困難な一つの土地は何であるかというと、最初は道端というふうに言われました。でそこに撒かれた種は鳥が来て食べてしまったとあります。道端とはこれは固い心ですね、ですからあるいは強い固定観念にとらわれた心と言っていいかもしれません。で多くの場合ですね、この、何々主義とつくのは大体固定観念にとらわれていますね。愛国主義であるとか原理主義であるとか立法主義であるとかですね、さまざまな主義イズムというのがつく。そうするといつの間にか私たちはそういうものに固くとらわれて、そしてですね、この全く融通の効かない心になってしまいますね。人権っていうのはとても大切なことですけども、それが人権主義になるとですね、時々それは本当にこの窮屈な、そして時には残酷な行動をとる場合もありますね。あのパウロという人でさえもかつてはですね、古い古い宗教にとらわれて、そしてある一つの立法主義というものによって心を奪われていましたね。そうしますとですね、それがいかに残酷であるかということを彼自身が自分の人生で経験しました。それはクリスチャンを殺すことさえも正義であると本当に思い込むほどにですね、そうした固定観念というものは人の心を捉えてしまうんだということですね。まあそういうような経験をパウロはしました。しかしある時イエス様の光に照らされて地に打ち倒されて、その固定観念から彼は解放されたわけですね。こうして初めてですね、イエス様の言葉が彼の心に深く入ってくるような土壌ができたわけですね。でまあ、そういう意味で、皆さんで道端っていうのはそういう一つ の固定観念というふうに言っていいと思います。実はですね、皆さんの質問の中に、まあ、こういうような質問をなさっている方がありました。例えば読んでみますと、信念や信条を持つことについてということについて、まあ、僕が信条を持つことは大切だって言ったので、まあ、それについてですね、確かに問題点もあるわけですね。私の場合、さまざまな選択を突き詰めていくと一人で行っていることが多く、いつの間にか周りには誰もいない感覚に襲われる時があります。で、その時はどのように神と向き合い、方を考え、人と接しればいいのか教えてくださいというような質問があったんですね。これはまあご自分で、ご自分の傾向をおっしゃっているんだと思います。強い信念や信条を持つとどうしてもそれが自分を突き動かしますので、他人とですねの接点が生まれにくくて自分が一人になってしまうことがあるというようなことをおっしゃっているんだろうと思いますね。まあそういう意味で確かにですね、この何と言いましょうか、ある信条を持つことは大切ですけれども、それを絶対化していきますといつの間にか他人が理解できなくなってしまう、自分が独りよがりになってしまうという傾向がありますよね。そうしますとそれは道端のように非常に固い心になっていきます。でそういう固定観念からこれは自由になるにはどうしたらいいかということですけれども、これはですね、ふっとそういうものから目を離して、やっぱり僕は自然を見ることだと思います。大自然に目を注ぎますね。山を見たり
ですね、海を見たりですね、遠くを見ます。広い世界に身を置くとだんだん心が自由になってきますよね。そして新たな感動が生まれます。ですから詩編の記者もですね、この天を仰いだり、あるいは月や星を見たときにですね、この詩編の記者はどう思ったかというと、一体私は何者なんでしょうという驚きの念に包まれました。非常に謙虚な心になりました。で、一体私が何者なので、あなたはこんな私に目を留めてくださっているんですか。非常に正常な感覚が、彼に戻ってきますよね。で、こういうことを我々は時々やらないとですね、固定観念にとらわれてしまいます。で、森本哲郎という評論家の方がね、おりましたですね、この人いろんな旅行をして、そしてまたいろんな気候文を書いていましたが、彼はサハラ砂漠でですね、実はキャンプをしたことがあったそうですね。そのサハラ砂漠で空を見上げたとき、彼は言っています。私は圧倒されるような畏敬の念に満たされて思わずこう叫んだというふうに言っています。どうして自分は人間なのか、なぜ地球はあるのか、なぜ宇宙はこんな姿で存在しているのかと、次々とね、この疑問が起こってきたそうですね。一体何が彼に起こったのか。これは日常生活で麻痺していた驚きの感情が、砂漠という特殊の環境でですね、私のうちに芽生えたのだと言っています。で、皆さん、こういう感動するとか、驚きの感情を持つということは、僕たちの心をね、柔らかくしていくためにとても大事なことだというふうに思いますね。いかがですか？皆さんの中にはそういう、ね、驚きの感情は残っているでしょうかね。子どもたちの心はどうして柔らかいかというと、いろんなものに感動するからです。いろんなものに驚くことができるからですね。これは非常に人間にとって大切なことだというふうに思いますね。で、これもまたですね、国木田どっぽという作家の小説の中で出てくる人の話なんですが、語っているのは岡本という青年ですね。彼は言います。で、僕には不思議な願いがあるんだと彼は言うんです。もしその願いが叶わなければ、たとえ僕は100年生きたって何年分もない、こういうふうに言いますね。あんまりその願いのことをで言うので、仲間の青年たちは言いました。なんだね、君のその願いというのは、と言うんですね。で、しかしなかなか言おうとしないので、もったいぶらないで早く言いなさいよというふうに友達が言うと、その岡本という青年は静かにですね、こういうふうに答えるんです。僕の願いというのはね、こう言いました。それはびっくりしたいというのが僕の願いなんだと言いました。そこでみんな、なんだバカバカしいと拍子抜けてしまうんですね。けれども彼はこう続けます。僕の願いとは、宇宙の不思議を知りたいというのではない。不思議な宇宙に驚きたいという願いなんですと言いました。死ということの秘密を知りたいというのではありません。むしろ死という事実に驚きたいという願いなんです。そして言いました。僕は人間を2種に区別したい。曰く驚く人、曰く平気の人ですね。いかがでしょうか。僕たちはですね、驚く人だろうか、それでも何でもそんなものはね、何の意味もないって平気に物事を考える人だろうかというふうに思いますけれども、まずですね、私たちがですね、自分の心を耕すためには、この驚きの感情を取り戻さなければなりません。で、聖書がね、皆さんこう読んでいくと、だん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 何度も何度も読んでいると、何の感動も来ない時がありますよね。驚きがなくなっていくわけですね。私たちは本当に、もう一度驚きの感情を取り戻さないとですね、聖書そのものにも新鮮さがなくなっていきます。ですね。ですから、神様どうぞ私が本当にあなたの前に
感動できるような心をね、くださいというふうに祈ること。こうやって私たちの魂を、心をですね、やっぱり耕していかないと反応しなくなっちゃうんですね。ですからいかがでしょうか、皆さんの心にはそういう驚きの感情は生き生きと残っているでしょうか。ワーズワースという詩人は歌いました。空に虹を見るとき私の心は踊ると言いました。私の生涯の初めはそうであった。大人の今もそうだ。老いてもそうでありますように。出なきゃ死んだままし、と言ってます。でこれはね、驚きの感情をですね、彼は失いたくないというふうに思っていたわけですね。まあ詩人というものにとってはですね、驚くということを失うことは、これは死を意味したんだと思いますね。私たちはどうでしょうか。ね、私たちの中に驚きの感情があるだろうかということですね。そういうみずみずしい感受性を養い続けること。ね、これはですね、我々は神の言葉に大きな影響を受けるために、大切なんだと思いますね。どうぞ皆さんですね、その驚く心をですね、養っていただきたいというふうに思います。で、第2番目にですね、イエス様が問題なさった土地はどういう土地かというとですね、浅い心です。皆さんの心はいかがですか？浅いですか？深いですか？ですね、これ非常に時々考えてみる必要が、ね、ですから、別の種が土の薄い脇に落ちたとあります。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかしながら日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったというふうに言われていますね。で、言葉の力というのはですね、どんな心に最もよく表されるか、これは衝動的な人ではなくて物事をですね、もう少し深く考える人に最も強くですね、言葉というものは働いてくるんだということですね。で、ある人は言いましたが、父祖たちは、ね、我々の先祖たちはいつも物事の根源に関心を持っていたのに対して、現代人はその成果にのみ関心を持っているですね。で、つい私たちは方法論だけを考えます。で、どうしたらもっと早く伝道できるか、どうしたらもっと早くですね、聖書がわかるかというふうにですね、非常に私たちはこの急ぎますね。ですから、なかなか私たちは深いところに行くことができない。常に衝動的で方法だけを求めていきますですね。それに対して我々の先祖たち、父祖たちはですね、物事の根源に迫りました。それに大きな関心を持っていましたね。ですからどうぞ皆さんですね、これからの人生でそのことだけでも覚えていただきたいと思いますね。何でも手早く手に入るものはこれは危険と思った方がいいです。本物はですね、そんなに簡単に手に入らない。で、ですから、そういう意味で、我々の身の養いになる穀物でさえも、これは相当の時間をかけて、まかれて、育てて、やっとですね、実を結んで、私たちのこの肉体を養う糧となっていくわけです。そのためには時間がかかりますよね。まいてすぐに、ね、米や麦が実るわけではありません。時間がかかります。そしてお世話をしなければなりません。まあ、そういうふうにですね、何事も手っ取り早くっていうのではなくて、ああ物事はですね、もし自分たちの心の深いところに影響を受けたいと思うならば、これはですね、やはり時間がかかるんだなということをですね、一つは覚えていただきたいと思いますね。これはある哲学者が自分の子供に書き送った手紙の一節ですけどもですね、なんとか自分の子供には真面目に生きてもらいたいというこの思いを持って書かれた、ね、あの手紙ですね。こう言っています。人は真面目に努力すべき目的のないことほど寂しいものはないと言っています。すぐに人に迷うてはならぬ。人の甘い言葉は何にもならぬ。
深い真面目な努力をせねばならぬ。それがなく薄っぺらな生活から心の寂しさが生じてくる。大きい深い人にならねばならぬ。君には何とかしてただ一つの真面目な目的に向かって邁進してもらいたいとのみ私は父として思うていると言っていますね。これはお父さんが息子に対して書いた手紙なんですけども、深く生きようと言っています。深い人間になれよと言っています。薄っぺらはダメだ、真摯に生きよう、真面目に生きよう、そういう内容のことが切々とこう書かれているわけですけれども、皆さんもですね、一回きりの人生ですね、できるならば少しでも深いものに触れたいですね、本物に触れたい、こういうような思いを持ってですね、人生を歩み、そしてまたこの信仰に取り組んでいただきたいなというふうに思います。じゃあですね、私たちが深く生きるためにはどうしたらいいかということです。第一、流行に惑わされないことですね。今は皆さんですね、何でも情報を手っ取り早くインターネットとかいろんなので得られますよね。でもやっぱり静かにやっぱり本を読む、それは大事だと思います。皆さんもやっぱり静かに聖書を読むことはとても大事だと思いますね。何事も早く簡単に手に入れようとはしないでですね、やっぱり良いものには時間がかかるわけですから。ですから私たちが深くあるためにはゆっくりという言葉を覚えていてください。どこかやっぱりゆっくりという時間がなければならないですね。で、イエス様の成長はとてもゆっくりでした。イエスは30歳になるまで、なんと人に知られることのないユダヤの寒村で過ごされました。彼の生涯の大半は準備の時だったんですよ。これは驚きます。3年半の仕事のために30年の準備が必要だったわけですよね。で、イエス様の少年時代はですね、豊かな自然と、そして普段のですね、労働生活によってゆっくりと時間をかけて形成されていきました。ですから僕は思います。ゆっくりというのは、これは神様の方法なんです。ですね。自然を見ると作物の成長はみんなゆっくりです。ですから本を読むのもですね、皆さんあまり焦らないでゆっくりと読まれるべきだと思います。そのことをですね、主張したのフランスの作家でファゲという人ですけれども、彼の書いた読書術という本があります。かなり古い本でですね、今では手に入れるのがとても困難ですね。で、僕はこの本を知っていました。ファゲという人が読書術という本を書いたフランス人なんですけどね、書いたその本のことは知っていましたがですね、これはもう古い本なのでなかなか手に入らないと思っていました。で、僕はですね、この札幌へ行きますと、この学院に来るとね、もういつも僕は札幌の何です、北大の近くの古書店をもういつももう歩き回って覗いていくんですね。大体僕は札幌の古書店はほぼ全部知ってますですね。で、そういうところへ、ところがあるところで、なんと僕はね、このファゲの読書術を見つけたんですよ。すごい、こんなところにあると思ったんですね。でも、とても値段が高かった。だから、何度も何度も手にしては、とても高いので、もうですね、とうとう迷った末に買わなかったですね。そして熊本に帰ったんですね。熊本に帰ってからとても後悔しました。しまったと思ったんですね。買っておけばよかった。どんなに高くても欲しかったなというふうに思ったんですね。で、それから2年経って僕は再び札幌にやってきました。そしてですね、その同じ書店に行きました。そしてなんとその本は同じ本屋の同じ棚にそのまま売れずに残っていたんですよ。
ね、僕はですね、その本と会って喜びました。そして思いました。この本はですね、私に買われるためにずっと私の2年間待っててくれたんだと思ってですね。で、その本はですね、ちょっと高かったけれども、思い切って買いましたね。このファゲの読書術はですね、これは読書論の中でも第1級の本の中に入れられるんですけれども、その冒頭にどう書いてあるかというと、読んでみますとこう書いてあります。読むということを学ぶためには、まず極めてゆっくりと読まねばならぬ。そして次に、再び極めてゆっくりと読まねばならぬ。ゆっくりと読むこと、それは読書の第一の原則である。絶対にあらゆる読書に適用されなければならないものであると書いてあるんです。だから冒頭からゆっくり読め、ゆっくり読め、ゆっくり読めって、それがこの読書論の最大の特徴なんですね。ですからどうぞ皆さんですね、自分の人生の中で、このゆっくりということはとても大事なことだと思います。で、ゆっくりというのはですね、しばしば私たちがなんてゆっくりした時間を持つということがゆっくりなんですよ。ですから静かな時を持つとか、あるいはどうして神様が6日働いて7日休めというふうに言われたのか、これは私たちが静かにですね、自分の心にこの思い巡らす時を持つためなんだと思いますね。それをある人は充電の時間だと言いました。で、ある作家はですね、ある日車のバッテリーが全く動かなくなったことがあったんですね。大慌てしましたけれども、ある人の助けでこの充電できた。で、その時思ったそうです。で、車だから良かったものの、もしこれが人生の出来事だったらどうなるかと彼は考えたと言いますね。充電しないまま、体力も知力も放電しっぱなしの状態が10年も続けば、物を深く考える力は基礎に衰えるだろう。さらに恐ろしいのは、それによって人間らしく感じたり考えたりする能力を失ってしまうということだ。空が青くてももう空の青さに心を打たれることがない。花が咲いてもその美しさの前に足を止めてみる気持ちもなくなる。そして半ば自動人間のように自宅と会社との間を往復するだけの人間になってしまうということで、充電しない自分の心をとても不安に思い恐れました。ですから皆さん、我々がですね、神の言葉が深く入っていくためには充電の時間が必要です。ゆっくりということが必要ですね。こうして我々は深くされていくんだというふうに思います。ですから第2番目にイエス様がおっしゃったのはですね、この浅い心の中に私の言葉が深く入っていくことができない。ですから深く掘れと言っています。そのためには皆さん、ゆっくりが必要です。充電することが必要ですね。この学院でぜひともですね、皆さんの心を豊かにしていただきたいというふうに思いますね。はい。第3番目にイエス様が問題とされた心はどんな心でしたか。それはですね、茨の生い茂った心だと言われていますね。言い換えれば混雑した心です。茨は伸びてそれを塞いでしまったために、せっかくですね、巻かれた種が実を結ぶことがなかった。雑草が多かったからだと言われているんですね。で、皆さんのですね、心って言いましょうか、魂の中にはこの神の言葉に反応する何て言いましょうか、養分があるんです。でも皆さんの心の中にあるその養分というのは限られています。ですからそのエネルギー、養分を何に使うかによってはですね、せっかく他のものにどんどん使ってしまえば、これは神の言葉を育てるための養分を失ってしまうわけですね。ですからもし皆さんがですね、あまりにもたくさんのものに関心を持ちすぎるならば、これは神の言葉が育つ余裕がなくなります。ね、あれにもこれにも
心を奪われすぎるならばですね。ですから私たちの人生はとても限られています。ですから時間も能力も限られています。どこに自分の心を注ぐかということをある時皆さんはお決めにならなければならないというふうに思います。ですから聖書の中にはですね、このいよいよ私たちがある時期に来るともう私はこの一つで行こうという時期が来るはずです。大事な時期です。それはそして聖書にはですね、一つという言葉がたくさん書かれている。ご存知ですか？ダビデは言っています。ね、私は一つのことを心に願った、ね、そういうふうに言いましたよね。またこの目の光らかれた盲人も言いました。私はただ一つのことを知っている、ね、この人が、ね、誰であるかということは知らない。しかしただ一つのことを知っていると言いました。以前は見えなかったけども今は見えるということをそれだけ分かっているとこういうふうに言ったんですね。パウロは何と言いましたか？私はただこの一時に励んでいると言いました。ですから聖書というのはしばしばですね、ある段階に来ると人生の方向というものを大きく絞ります。そして本当に大切な一つのことに自分の人生を、ね、注いでいこうというような気持ちになっていることが分かりますよね。ですからイエス様は言われました。どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですというふうにマルタとマリアに言われたですね。ですからどうぞ皆さんですね、人生のある段階に来たならばですね、この私の人生をどこへ向けるかですね、その方向をですねやっぱり決めていただきたいなというふうに思います。ですからあれにもこれにも手を出さない、ただ一つのことに心を注いでいく、そういう時期が皆さんにも来ると思いますですね。でモーロアという人は言いました。働く者すべてが守るべき共通の心得がある。その第一はいくつかの可能な仕事のうちから一つを選択することであると言いました。またドラッカーという人は言いました。良い仕事をする人は最も重要なことから始め、しかも一度に一つのことしかしないものだ。で、そういう意味ではですね、やはりどうぞ皆さんですね、混雑した心ではなくてですね、複雑な心ではなくてですね、単純で、そしてまた本当にあるところに自分の心を向けていかれるようにしていただきたいと思います。最後にファラデーという人の話をして終わりたいと思うんですけれどもですね、まあ製本屋の小僧から世界的にですね大変有名な科学者になりましたファラデーという人はですね、彼の業績が世界に認められるようになりますとですね、やっぱり有名になるとですね、あっちからこっちからと声がかかってきますね。特殊な研究が頼まれたり、あるいは講演を頼まれたりと、大変まあ忙しくなってきましたね。そしてそれをやればもちろん、臨時収入がたくさん入ってきますね。しかし彼はだん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 そういうような外部の仕事が煩わしく、この思うようになってきましたね。でも友人たちはもったいないよ、それは君にたくさんの収入を与えるじゃないか、なぜ両立できないのかとこういうふうにしました。でそれに対してファラデーは答えました。やりたくないんだって言ったんですね。外部の仕事によって報酬を受ければ自分は自分の主人でなくなってしまう、新しい考えが浮かんでもそちらを向くことができないんだ、人生は短いのだから自分に託されていない仕事をするわけにはいかないんだよと言って、彼は一切の外部の仕事を断っていって臨時収入はゼロになったと言われています。しかも彼はね、特許を取らなかったんですよ。特許を取ればたくさんの収益がありますよね。しかしながらこれから先は他の人ができるって言ってその研究をそこでやめました。そして別の研究に向かっていったとさえ言われているんですね。こうしてファラデーは自分の信念に従い、
外部の契約を断り始め、数年後にはついに臨時収入はゼロになる。こうして鍛冶屋の息子、かつての製本職人であったファラデーは、その気になれば巨万の富を築き上げることもできたのに、一方に科学、他方に富という二つのものに挟まれて選択を行い、生涯の終わりまで貧しいままでいることに甘んじたのであると歴史の記者は書いています。すごい人がいたもんだなというふうに思いますね。で、何がですね、それをさせたのか、ね、本当になすべきことに自分の人生を集中したいと思ったんですね。で、それによって彼は自分の心を分散というものから救い、自分に託されたものに集中させることができました。そこに彼の充実した人生の秘訣があったんだろうというふうに思います。どうか皆さんですね、この種まきの例え、これはイエス様の例えの最もですね根幹となる例えです。なぜかというと、人は言葉によって生きも死ぬこともあります。ですから言葉が皆さんの人生を生かします。そしたらこの言葉を我々はどう扱ったらいいかについてのイエス様の丁寧な答えがこの例えです。もし我々がせっかく受けたこの言葉によって自分の人生を豊かにしたいと思うならば、このイエス様が語られたですね例えにやはり耳を傾けるより他に、私たちの心をですね豊かに育てることは難しいだろうと思います。言葉そのものは素晴らしい力を持っています。光をあれというと光があったとありますから、大変な力を持っています。もし神の言葉が本当に皆さんの心に語られるなら、皆さんの心は変わります。その言葉によって人生は大きく変化していきます。皆さん、人生は言葉次第です。ぜひですね、神の言葉をどう受け止めるかについて今後ですね祈りながら、この例えのことを思い出していただきたいというふうに思います。以上ですね。じゃあ一言お祈りをして終わりたいと思いますが、そしてあと10分質問に答えたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もまたこうして学生の皆さんと聖書を学ぶことができました。本当に神の言葉、これはなんと大きな力を持っているでしょうか。私も最初の言葉に触れたとき、それは私の心を強く打ちました。それが私の人生の方向を変えました。そして今この言葉が多くの人に語られるならば、多くの人の人生も変わるに違いありません。しかし、どうしたら私たちはこの言葉によるところの力を最大限得ることができるのか、私たちの心を備えなければなりません。どうぞイエス様が例で言われたこの言葉を十分心に留めて、自分の心をこの耕していく、そういう技に励むことができますように。学生の皆さんをあなたが祝福してくださいますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、以上で大体僕の今日の第1回目の授業は終わりですけれども、皆さんの質問に少し、答えてみたいと思います。まあ、先ほどの方の、まあ、質問ですよね、の中で、まあ、とても難しい表現で言われているんですけど、質問を読んでみます。どの世界にも存在感を醸し出す人は、声が大きいだけの人と良い意味での人を魅了する人がいますが、先生はその違いはどこにあるとお考えですかって、まあ、難しい表現ですね。要するに、この存在感を自分で、私はここにいるとアピールする人とですね、そのアピールだけで終わっている人もいれば、でも中にはアピールしなくても非常に魅力的な人がいるですね。違いはどこにあるのかということなんだろうと思いますね。で、僕はですね、実はですね、
我々がどんな存在であるかということについてある人が言いましたがね、一つはですね、いたら困る人っていう人ある人がいる。で、皆さんの中にそういう人はいないと思いますけど、いたら困る人。あるいはもう一つはね、いてもいなくてもどちらでもいい人っていうのがあります。ね、で、三番目は、おらねば困る人。その人どうしてもね、いてもらわないと困るという人。皆さんその3人のうちのどれになりたいですか？当然ですね、おらねば困る人になりたいと思いますよね。ところがですね、このことを語ってくれた人はですね、おらねば困る人っていうのは必ずしも声高く叫ぶ人ではないと言ってます。そうではなくてね、おらねば困る人はその人がいなくなってから、あの人がいないと困るなあというような、初めていなくなってその人の存在が重いものであったということを感じさせる人、これが実は本当はおらねば困る人なんだと言ったんです。皆さんですね、太陽や空気にいつもいつも感動して感謝してますか？普通はですね、気がつかない。水にもあんまり感謝もしないで、でも水も空気も太陽もですね、突然それがなくなった時に人間は驚愕しますですね。その存在はいかに大きなものであったかということに我々は気がつく。実に太陽も空気も水も平凡ですね。しかしなくなってから大変困ります。で、そういう意味では我々はどういう人であるべきか、おらねば困る人というふうになりたいと思うならば、ですね、必ずしも声高く自分をアピールしなくてもいい。おそらくですね、自分に与えられたわずかなことに非常に忠実に誠実に取り組んでいる人がいるに違いありません。その人は目立ちませんけれどもですね、その人がいなくなった後にその人の存在が非常に大きな意味を持つということがあるんじゃないでしょうかね。まあそういう意味でですね、まあ今の方の質問に、答えになったかどうか分かりませんけれども、声高く叫ぶ人とですね、しかしそう声高く叫べないけども何かこの人を魅了する人がいますよねとおっしゃっていますが、多分人を魅了する人っていうのは多分声高く叫べないけれども、どこか誠実で忠実で目立たないけれどもそこにいる、そしていなくなった後にその存在に気がつくような人なのかなというふうに思いましたね。まあそういう質問をしてくださった方に対するお答えですけれども、お役に立てばというふうに思いますね。はい。それからもう一人の方の質問ですが、生活を簡素に生きる決意と話されましたが、具体的にどのようなイメージをお持ちでしょうか？簡素な生活っていうのはみんな好きですよね。で、簡素な生活をある人は言いました。どういうことかっていうと、3つの言葉で言いました。持たず、増やさず、欲しがらず。この3つが簡素な生活に至る道です。ですから、あまり物を持たないこと、それから増やさないこと、それから欲しがらないことですね。で、この3つを皆さんが守っていかれると、いつしか自分の生活は簡素になっていくだろうなというふうに思います。今は皆さんは旅行中ですから簡素でしょ。あまり物を持たないで学院にいらしてますよね。いいことだと思いますねまあぜひ簡素な生活を学んでいただきたいと思いますね。はい、はい、以上にぐらいにしましょうか。で、他の質問はまた別の時に答えたいと思いますが、また皆さんの中で質問がありましたら書いてよこしてください。よろしいですか？はい、じゃあこれで終わりたいというふうに思います。で、次の授業は10時半からですね。じゃあまたその時お会いしましょう。